よくこれ今の時代にこれやるなと思いましたよ、本当に。スシローペロペロでさ、あんな広い目にやってるのにさ、一緒じゃんやってること。これまずいよね。今 AV だってさ、電車内で撮影しないでしょ。なんか、電車作ってやってるでしょ。なんか、セット用でさ。そんだけね、なんか、コンプライアンスとかね、通報とか、いろいろ厳しい昨今でね、これまずいよね。これ特定されるに決まってるし、これ、誰得なの？本人も得しないでしょ、なんも。これちょっとやってしまった感ありますよね。電車もね、これ一発でどこの電車かわかるしね、見る人が見たら。で、この彼も誰かわかるでしょ、絶対。いや、これないよね。金杯とかさ、こういうやばいことしてたけどさ、もっとみんなを楽しませる意味でやばいことしたからね。なんか心意気っつうか心構えがさ、なんかバカやったら楽しませたいっていう感じでやってたけど、でもそれは大昔の話だしね。で、この人はそれがなくてさ、これ本当意味わかんないよね、目的とか。まあ残念な人だなって、一言ですね。ありがとうございました。